山雲は海上自衛隊の護衛艦。山雲型護衛艦の一番艦。艦名は山に立ち込めた雲に由来し、日本の艦艇としては、旧海軍朝潮型駆逐艦六番艦。山雲に続き二代目。山雲は第二次防衛力整備計画に基づく昭和37度計画2000トン型警備艦2201号艦として、 三井造船玉の造船所で1964年3月23日に寄港され、1965年2月27日に浸水、1966年1月29日に収益し、第2護衛隊軍に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。1966年3月19日、第2護衛隊軍令下に、第21護衛隊が新編され、 同日付で収益した巻雲と共に編入された。1971年、1975年、1981年と遠洋練習公開に3回参加している。1977年12月1日、第21護衛隊が第3護衛隊軍令下に編成がえ。1987年2月20日、第21護衛隊が させぼち方隊霊下に編成がえ。1991年6月20日、練習館に種別変更され、艦籍番号が TB-3506 に変更。練習館隊第一練習隊に編入され、低傾向がアクレに転席。なお、練習館への改造工事は、同年6月28日から10月24日の間で行われ、 アスロック断交実習院行動に、士官寝室の一部が、女性自衛官用に改造された。1995年8月1日、除籍。ありがとうございます。